この動画では硬い粘土を柔らかくする方法と、このように粉々になってしまう粘土をまとめる方法をいくつか紹介していきます。粘土の種類によってもともと硬さが結構違うので、今回はスカルピー3、プレモ、フィモソフトの硬さの違いを見ていきましょう。まずはスカルピー3です。開けてすぐ結構柔らかいので、すぐに作業に取り掛かりやすいです。次はプレモです。スカルピー3よりは結構硬いです。でもこのように手で温めながらこねると扱いやすい硬さになります。次はフィモソフトです。硬さを見る前に紹介したいことがあるんですけど、このバーコードの部分がシールになっていて、しかも貼って剥がしてと繰り返し使えます。なのでこのように袋を留められます。硬さなんですけど、袋から取り出しただけなのにすでにポロポロ落ちてます。結構硬いです。でもフィモだけじゃなくて、このようになってしまってもまだ使えます。はい、では、粘土を柔らかくしていく方法を紹介していきます。これは粘土を袋に入れてお湯で温める方法です。まあ、お湯と言っても人肌ぐらいのぬるいお湯です。そしてドライヤーで温める方法、リキッドクレイを使う方法、トランスルーセントクレイを混ぜる方法があります。ではそれぞれのやり方を詳しく説明していきますね。実はお湯で温めるの初めてだったんですけど、とりあえず2分ぐらい温めました。で、袋に穴が開いてたみたいで粘土が濡れちゃったんですけど、まあ、拭けば大丈夫です。まあ、でも余計なものが入ってしまう、粘土についてしまう可能性があるので濡らさないようにしましょう。肝心の硬さなんですけど、だいぶ柔らかくなりました。でもちょっと柔らかすぎるので浸すのは1分ぐらいで良さそうです。はい、次はドライヤーです。実はこれも初めてなんですけど、ドライヤーを当てつつ硬さを確かめながら温めました。柔らかすぎても使いづらいので芯は硬いままで止めました。だいたい25秒ぐらいです。ドライヤー簡単だしめっちゃいいですね。なんで今までやらなかったんだろうって感じです。次はリキッドクレイを混ぜる方法です。クレイを柔らかくする専用の液体があるんですけど、リキッドクレイの方が他にも使い道があるのでわざわざ専用のは買ってません。混ざりやすいようにまずは細かくしていきます。少しだけまとめてちょっとだけリキッドクレイを足します。いい仕事してくれるのでほんの少しで大丈夫です。入れすぎるとめっちゃベトベトになるので気をつけてください。ここで強者の登場です。硬い道具というよりもうすっごいボロボロなので、ここまでひどいとまとめるのが本当に大変なので他の粘土に頼ります。もちろん他の色の粘土と混ぜることもできますが、色を変えたくないときはトランスルーセントのクレイを使ってみてください。大量に入れない限りそんなに色は変わりません。今回分かりやすいようにちょっと多めに入れたんですけど、今入れたトランスルーセントの半分ぐらいの量で大丈夫だと思います。あとは手でひたすらこねてまとめる方法もあります。
リキッドクレイを使った時よりもさらに細かく細かく刻んでいきます。そしてこねて伸ばしてをひたすら繰り返します。他のやり方と比べるとちょっと大変ですけど、このやり方も知っておくといいかなと思います。